こんな感じになってます。ひっくり返します。あ、まず、はい、おはようございます。今日はホットケーキミックスでスコーン作っていきます。初めてやるんですけど、うまくいくかどうかやってみます。まずホットケーキミックス 150g です。それと溶かしたバター 30g、 ビヤーン。これで一回サクッと混ぜます。牛乳 45cc、 これで混ぜます。あー、ちょっと緩いかな。はい、こんな感じにできました。そしたらラップ引きました。この上に粉をドンと置きます。で、まとめます。はい、一塊にしました。そしたら大きいかな、こんぐらいかな、1センチぐらいの厚さに潰します。これぐらい、こんな感じでいいと思います。うまくできるといいんですけど。これで8枚できました。そしたら1センチごとのやつをこう重ねます。で、ちょっと形を整えます。はい、これで1個。はい、また重ねます。ちょっと大きさ同じ方がいいな。はい、はい、1、2、3、4、4個作りました。これフライパンで焼いていきます。はい、じゃあ焼いていきます。弱火で焼いていきます。蓋します。はい、5分経ちました。見てみます。おっと、なんか膨らんでます。まだ焼いていきます。はい、10分経ちました。見てみます。こんな感じになってます。ひっくり返します。あ、まだふわふわだ。あ、やば。火強いね、これ。これは包丁で落とせば食べられるんでしょう、きっと。めちゃくちゃ弱くします。うわ、焦げ臭い。また蓋します。はい、合計20分経ちました。開けてみます。パーン。あ、こっちもだいぶいい色になってきちゃってる。ちょっと蓋して焼いてるから柔らかいのかもしれないんで、もうどうせ焦げたとこは切り取るということで、このまんまあと 2、3分、どうしようかな、あと3分ぐらい焼いてみます。はい、蓋取って2分経ってます。これで火止めます。お皿に移します。はい、焦げてるとこ包丁で切り落とします。うわ、もったい、なんか破け、無理っぽい。割れちゃう。ああ、半分になっちゃった。これどうしよう。これ食べるときにやるしかないですね。はい。ということで、ちょっと焦がしましたけど、簡単に半分になるんで上の方だけ。はい、スコーン完成です。わー、どんどん。はい、ちょっとこれ残念ですけど、これ食べるときね、口で取るしかないです。切れなかったんで。じゃあ食べてみます。いただきます。うん、売ってるスコーンとはだいぶイメージが違いますけど、甘さがほんのりなんです。なんか塗るといいですね、これ。うん、結構おいしいです。これ悔しいな。うん、どうしようもないね。火加減がね、すごく弱くしてやるといいと思います。うん、おいしい。こっちはうまくできてる。ちょっともうちょっと硬くなるといいんですけど、口の中の水分全部持ってかれます。紅茶かコーヒーか飲みながら食べると、まあ本物のスコーンもそうなんですけど、おいしくできたと思います。
この焦げがなければ。ということで今日はスコーン作ってみました。焦がさなきゃまあまあ美味しいと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。